には他の連には見られない特徴的な踊り子のグループが2つあります。先ほどアナウンスでもあったんですけれども、1つ目が花無双といいまして、江戸時代に描かれた阿波盆踊り図屏風の民衆の踊りを再現している踊り子になります。衣装とか踊り方とか後で見ていただくと分かると思うんですけれども、一人一人個性があってとても楽しんでいただけるかと思います。2つ目が眉無双といいまして、これは昭和の初期に振袖姿で芸者さんがこうひらひらと踊っていた姿を再現しているものになります。でこの花無双眉無双のように阿波踊りは江戸時代から移り変わって踊り方とか衣装とかがどんどん変わってきているんですけれども、それを一つの舞台演出で見られるのが無双連の最大の特徴となっておりますので、今日楽しんでいただけたらなと思っております。それでは今から無双連の舞台演出をご覧いただきます。最後までお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。阿波踊りいかがでしたか。では踊り連の皆さんにもう一度踊っていただきましょう。どうぞ大きな拍手でお迎えください。1かけ2かけ3かけて仕掛けた踊りはやめられるわよっ。
Thank you.
踊らないですか？
たお客様は舞台の方に残ってください。何やってるわけだこれ。皆様ありがとうございました。皆さんとっても素晴らしい踊りだったんですけども、中でも特に素晴らしかった5名の方をこちらで選ばせていただきました。それでは白の霊の方からお話を伺っていきたいと思います。本日どこからいらっしゃいましたか？横浜から来ました。ありがとうございます。旅行でいらっしゃったんですか？そうなんです、お遍路さんとかですか？あ、違います。ではなくて、徳島の旅行をしてらっしゃるんですね。四国を一周。あ、そうなんですね。ありがとうございます。明日はまた違う県に行ったり。最後なんです。あ、最後なんですね。旅の良い思い出になったかなと思います。ありがとうございます。それでは四国のお土産に、阿波踊りと書いた日本手ぬぐいのプレゼントです。男踊りと同じように頭に巻いていただきたいと思います。ちょっと、本日どこからいらっしゃいましたか？香港から来ました。香港からいらっしゃるものです。全員の紹介になってしまうんですが、この方中国語がうまい日本人ではなくて中国人です。紹介をしています。実は今までその徳島県の国際交流員として働いてきて、今年の4月からその三好市の地域福祉協力隊員となって、はい、これから徳島県の皆様と一緒に頑張っていこうと考えております。よろしくお願いします。地域おこし協力隊として活躍してくれている張さんです。張さんにちょっと通訳してもらいながら行きたいと思います。今旅行で来られているんですか？请问你现在是是因为旅行来到这个吗？旅行旅行です。はい。阿波踊りは初めてですか？请问你是第一次看阿波吗？第一次。初めてです。初めて踊ってみて、見てみていかがでしたか？就是您第一次看到阿波，然后亲自跳的感受如何？好啊，とても良かったです。ありがとうございます。海外の遠征とかもあったりするので、また機会があれば見に来てくださいね。因为就是包括阿波舞的时候会去香港，就是国外去跳，到时候如果去香港跳的话，请务必来看我们跳阿波。はい、ぜひ行きます。ありがとうございます。次は白の霊のお兄さんにも日本手ぬぐいのプレゼントをしたいと思います。这个是今天的礼物，第二波的这个礼物。はい、張さんありがとうございました。では今日はどこからいらっしゃいましたか？札幌からです。飛行機2回乗るんですか？札幌から。そういうところありがとうございます。旅行でいらっしゃったんですか？そうなんですね。青森は初めてですか？初めてご覧になって踊ってみてどうでしたか？膝が痛いです。そうですよね。わかります。そうですね、明日になったら太ももが痛いです。そうなんです。とっても素晴らしい踊りでしたので、また札幌に日本手ぬぐい持って帰ってください。踊りを進めます。ありがとうございます。ぜひお願いします。今日はどちらからいらっしゃいましたか？福岡から来ました。九州の方からありがとうございます。やっぱり、はいですね、土日前なので日本のいろんなところから来てくださってます。福岡、あ、お遍路さんのツアーでいらっしゃったんですか？そうなんですね。来ていただいてありがとうございます。阿波踊りはご覧になったことってありましたか？テレビで。
テレビでちょっとニュースとかでもありましたけどね。ありがとうございます。踊ってみてどうでしたか？ありがとうございます。ぜひ今からでも遅くないので、またぜひ聞いてくださいね。ありがとうございます。では、日本手ぬぐいプレゼントさせていただきます。赤のレイのお姉さんは本日のチャンピオンです。本日どこからいらっしゃいましたか？ありがとうございます。1回目の踊り教室の時から出てきていただいていて、どうでしたか？足が痛いですね。ありがとうございます。また関東の方でも踊りやってたりするので、高円寺とかそうですね、越谷とかでもやってますので、越谷、はい、意外とやってるんです。また関東の方でも機会があったら来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。赤野レイのお姉さんにはこちらの阿波踊り会館特製のうちわをプレゼントさせていただきます。阿波踊り会館。ありがとうございます。さあ、表彰式が終わったところで、ちょっと皆さん首のレイだけ返していただいてもいいですか？すいません、明日も使わなきゃいけないので、ありがとうございます。では、優秀賞の5人の方の踊りを客席の皆様にもご覧いただきたいと思います。この方、お席の方まで帰っていただきたいと思います。成本さん、お願いします。なっておるんですが、明日から花春フェスタというイベントが始まりまして、外でも舞台上でも見れるイベントがそこの相葉浜公園でございますので、またちょっと明日も徳島にいるよっていう方はまた足を運んでいただけたら、もっと迫力満点の阿波踊りを楽しんでいただけると思います。それではもう一踊りしながらお別れしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。